幕末の四健康は、幕末に活躍した四人の大名を言う。このうち明は、安政五年七月に休止するが、その後も、春学、陽道、宗なりの三校は講師にわたる、会議、会合に、薩摩国首の島津久光を加えたので、そうした会合は俗に、四校、会議、四健康会議などと呼ばれるようになった。なお、幕末の四健康とは、 今日の歴史教科書などで使われている表現で、実際に本人たちが活躍していた時代から、昭和の戦前頃までは、単に四健康と呼んでいた。島津久光四健康は、反省の改革に着手したばかりでなく、積極的に幕府の政治に参画した。安倍正宏が、老中主座の時には、有力な審判、戸様の諸大名も幕政に参与させるよう改革を求めた。 安倍もそれに応える形を取ったが、安政四年に休止してしまった。その後、井伊直弼が、大老について、幕閣を率いるようになると様相が一変。病弱で死死のない十三代将軍、徳川家定の次の将軍に、誰を擁立するかで四健康と、いいらが対立した。四健康は、水戸藩主、徳川成明の子で、五三京一橋徳川家の徳川義信を推し、いいは、 古参や紀伊藩藩主の徳川義富を押した。結局伊、e、伊が強権を発動して、政敵を排除し、この安政の大国により、紀伊義富が将軍家政主となることが決定した。成明は、大国の始まる直前に急死した。他の三人は、同年七月以降、隠居、さらには、禁慎を命じられ、判定に押し込められた。安政七年、伊伊直介が、 桜田門外の変で暗殺されて以後、文久三年にかけて、謹慎が逐次解かれた。自由の実となった彼らは、隠居のみながら、幕政、反省に影響を与えた。中でも春学は、文久二年七月、幕府の新たな養殖となった、政治総裁職に就任した。文久三年末には、春学、宗成、陽道、久光が三世に任命され、徳川義信、 松平片森らと共に国政を議する三月会議が開催されたが、久光を嫌った吉信の非協力的態度により短期間で崩壊した。さらに吉信が15代将軍となった後の慶応3年5月には、再び4人が集まって4公会議が催される。幕府の権威を削減し、夕飯連合による合議をもって、 これに変えようとした薩摩藩の格策であったが、吉信の巧みな怪獣により無力化した。その後、陽道は吉信に大使大政奉還を建築し、春学もまたこれに賛同している。彼らは大名であり、幕政に関与し続けようとしたため、倒幕という考え方は持っていなかった。彼らの主張はあくまでも幕府と藩主による連合政治であり、ひいては後部合体であった。 明治維新以後、各人とも政府養殖に就いたが、倒幕を推進した志士たちを中心とする政治とは考え方が違ったため、明治の初め頃までには次第に公職を辞していった。なお、萩市第一巻では、そもそも幕末の四健康とは、春学と信仰のあった人物に限定されているのではないかと推測している。ありがとうございます。